お疲れ様です。マピューです。今回は10日デュル使います。デュではありません。ドユなんですね。この発音のしにくさ、そして名前のインパクト、さらにはオセロニア最古参キャラと言ってもいいくらい、初期の頃からオセロニアを支え続けてきたキャラクターであるデュルジはですね、一部の方からすごく人気のあるキャラクターで、ついに10日が実装されました。もうね、昨今の10日解放ラッシュというか、10日のバーゲンセール、まるで10日のバーゲンセールだなと言わんばかりに、いろいろなキャラクターが投下してきていてですね、私としてはもう、俺得私得と言わんばかりの10日解放ラッシュ、まだクロードとかあとユルグとかも10日解放されてるのに動画出してないので、もう今後もねこの動画投稿頻度を保ちつつ今回は動画デュルジを紹介していくわけなんですけれども、ネタ切れを感じさせないそんな10日解放ラッシュ今後もよろしくお願いいたしますって感じで性能見ていきたいと思います。このデュルジなんですが、進化の頃からあの性能がかなりピーキーと言いますか、発動すれば強いみたいなスキルだったんですよね。で10日もそのスキルになりました。盤面に自分のマゴマが6枚ちょうどの時に発動して、相手のキャラゴマ1体につき1000の特殊ダメージ、そして最大6000の特殊ダメージを与えます。でコンボスキルがなんだっけ、忘れた見まーす。単価値の相手の最大 HP の 8%。 なるほど、最大 HP の 8% なので、相手がどんな HP であっても最大から削ってくれるということで、かなり強いですね。スキルもコンボスキルも特殊ダメージ、ただこのスキルが、このリンクスキル6枚ちょうど、6枚以上じゃダメなんですよ。いや以上というか7枚以上かな、うん、6体未満でも、そう7体以上でもよくない、6枚ちょうどじゃないと発動しないので、かなり発動条件は厳しいんですが、発動してしまえば、最低でも3000ぐらいは特殊ダメージ狙えるんじゃないかなと思います。そんなわけでですね、この10日デュルジを使うにあたって相性のいいリーダーを設定しました。そうです、10日モルフス。こいつはね、魔法師を召喚して、その魔法師がコンボスキルでさらに魔法師が増殖していくということで、マゴマ6枚ちょうど作りやすいんじゃないかなと思いましたので、今回は10日モルフスリーダーで、またんで組もうかと思ったんですが、ブラジェとかアオネがなんかモルフスと相性が悪かったので、なんかまたんにするメリットもそんなにないかなと思いまして、ブラジェを進化にしてエンデガバイスも入れています。というのもマゴマが増えすぎると、そう、あの7体以上8体以上になってしまうと、相手に返してもらうとか、そういうなんか歯止めが効かなくなってしまうんですね。魔法師の召喚に歯止めが効かなくなってしまうので、この辺で調整していこうかなという意味でエンデガバイスを入れております。まあ、今回フィニッシャーとしては序盤からフルカスなんかも打っていいかもしれませんね。19枚以上というか20枚以上になってしまうと発動しませんからね、フルカス。あれどっちだっけ、あ、すみません、21枚以上でした。何かと今回はキャラゴマの性能を間違えることが多いというか忘れることが多いんですが、今しっかりと覚えましたので、油断せずに今回もやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。大小デッキか、これはやりやすい。花粉症にしてやろうじゃないか、キル系。高校のマゴマ6枚ちょうどってどうなんですかね、意外と狙いにくいかしら、そうでもないかしら。うん、ただこれ手駒はもう早番早々に切っちゃって、モルフス打ってリッチ打って、そっからイベット、もう手駒の周りは完全に、あ、ちょっと待って、くしゃみ出そう、やばい、うん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 、抑えた、よし、あ、待って、あ、また出そう、ふっ、おせよしよし。あのね、くしゃみ出る瞬間に鼻つまんだら結構あの高確率でくしゃみ止まるらしい。待って、大小耐久じゃねこれ、しんどみ激しい。待った、アルキメデス来ると思わなかった。大小耐久っていうか、大小すらしない耐久じゃないのこれ。でもこれモルフスっていいです。相手風車進行なんで、チャンプ定石を狙う場合であれば、こっちの進行で相手、英語じゃねえわ。そうか、初手 E4 だから E1 か。E1 取られた状態でも、うわ、めっちゃ引いてる。普通に耐久でしたね、これ。E1 取られた状態でも2体召喚狙えるんですよ。言うても、これはきついな。6枚ちょうどになるかどうかすら怪しい、この耐久対面は。もうラドラ切っちゃおう。これラドラに、ラドラを取るように誘導します。まあでもラドラ終盤まで残しておいてもよかったんですけどね。まあでもあれだ、リッチのコンボとかその辺狙っていけば十分かなとか思ってるんでね。はい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 。でちょっとこれ考えますね。定石通り行くなら B4 なんですけど、それで勝てるかどうかちょっと怪しいんですよ。うん、召喚するでしょ。あ、待った、この召喚の塩梅からすると魔法師増殖狙えないんで、B4 打たずにエーサー打ちます。割かしきつい、割かしきついですよ。魔法師の召喚狙うのであればこっちですね。
まあ、こっちからでもチャンプ定石っていうのがあるんですけど、私はチャンプ定石破りを分かって、いやー、エンデゴとか入ってんじゃねえか。別に耐久じゃねえじゃねえか。だったらまあ別にこっちの進行でいいかな。なるほどな。ここは召喚狙いたいので、考えます。イベット置くべきかな。でも取られるのが関の山でしょう。アルカードで C2 とか打ったらどうなる。打ってもいいや。打とう。よいしょ。ここの魔法師相手返しにくいんですよ。なんで、よし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 。後からでももう一回コンボできるし、ちょっと召喚スペースはありませんが、まあまあまあ、相手結構耐久チックな代償デッキなんで、ゆっくりやれば勝てますね。さあ、どうしますか。うん。いいのか。盤面いただいていいんですか。1、2、3、4、5。あ、今6体だ。いやけど、打ちたくない。まだここでデュルジは打たない。私は右上 X にデュルジを置きたい。なので、考えます。いや、あえてこれイベットでいいや。ここイベット置いて、イベット返してきたら、マゴマ6枚ちょうどの状態が続いて、さらに角にデュルジを置ける。これでいい。で、相手がマゴマを2枚以上返さないルートというのが、あ、違う、1枚返しにならないルートっていうのが C1 とかになってくるので、あと左上 X とか。そしたら2枚返しになるから発動しないんですけど。お、でもこれイベット発動するからいいや。よし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 。これ発動しなくなるけど、イベット発動するんで、まあ全然アドは取れてる。よし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 。ただなぁ、どうしようかな。B4 打ったらダブコになるから、D1 打ったとしたら、取らせて、まあ5枚6枚ちょうど。あ、それでいいや。これなんですけど、テラナで D1 取ります。こうすることで、テラナ以外のところでマゴマ6枚ちょうどになってて、こいつ返したら角にデュルジで打てると。うん、これでいいですね。テラナ取ったらデュルジでカード取れます。召喚しつつって感じで。あ、待って、なんかとことんデュルジを出させないようにしてくるな君は。そのシールドはやらしくないか。それはやらしくないか。ちょっと、いや待て、考えろ。まだ何度かなる。いや、ちょっ、逆に魔法師が首絞めてくる。こいつら。いや、俺は何としてもデュルジを発動させたい。盤面捨ててでも俺はデュルジを発動させるぞ。B6 と。これさすがにシールアザード守りたいだろ。で、ルキア撃ってるから、キリン出るだろ。ほんでもって右上角に打つ。しかもこれで召喚スペースも増えてる。余った。待った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 。伊丹さん、今ちょっと LINE しないで。今、伊丹さんから LINE 来た。待った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 。角打て。俺の狙いバレてるか、これ。さては。いや、バレてない。分かってる分かってるだろ。なんで分かるんだよ。ちょ、待った待った。もうデュルジ、むずい。もう怒るぞ。ちょ、待って。ほんま、怒るよ、怒るよ。ねえ、デュルジ打とうと思ったら火遊びやってきて。怒るよ、そんなの。ちょ、待った待った待った。まだいける、まだいける、まだいける。2体召喚だろ。抑えさせればいい。こいつのコンボは50パー以下だから問題ない。いや、UFO だな。いや、別に発送してもいいわ。むしろ発送させよう、これは。よいしょ。てか、発送しねえわ。はい。OK! こいつ抑えたら、さすがにデュルジ発動する。頼む、マジで。もうあの盤面捨てる。俺はデータを捨てる。犬みたいな感じですね。データ捨てていきます。ちょ、待って、盤面捨てるのがこれ本当に良かったのか。盤面捨てて。どんだけデュリジ発動させたいんだ、俺は。でも、シラザー取れるから、戦えなくはな。1、2、3、4、5、6。OK。いや、むしろこれありがたいわ。シラザード守ってくれた方が、こちらとしてはやりやすい。よし、これでいい。やっとデュルジ発動。あ、待って、フルカス発動しなくね。はぁ、フルカス。いや、行くぞ、俺はデュルジを。6-3! あれ、意外と削れてねえな。意外と削れてねえなっていう。うん。やっとデュルジ発動できた。いや、言うてむずいな、本当にデュルジ。けど、魔法師召喚こっからしまくれるから、本当に花粉症にさせることできるぞ。で、今、あいつ撃ってきたでしょ。はい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 。ちょっとこれ考えどころ。F に撃ったら、
相手多分角に来るでしょ。角に来たら A2 になって、盤面が割とおつむつむになる、なって A2 打ったと A4、 あでも回復マスは踏まれねえから、あでも別に大丈夫か、角打たれたら F5 打てばいいのか。なんでまあ吸収でも打っとこう、ここはよいしょよいしょよいしょ、シューンシャギーンドーンからの毒。あ待って、吸収打たずに俺エンデガ切ってなかったな、春でよかった。まあいいや、春打っときゃよかった。これ神境界エンデガ3枚返し狙えたわ、トップ引きによっては。さらにこのモルフス魔法師上に3体、おっとキル消してる、手駒にこれさては特殊ダメージ固まってるな。おいよいしょやばい、パリピでしょこれ完全に。ちょっと待てよ、考えろ。まあ F5 安牌かな、春打ってもいいが、あー待てよ、あいつ切れて、なんて B4、 あダメか、あでも B4 で良さそう、相手英語入れねえじゃん、ここでこれでいいや、これであのモルフスとあのブランジェッタのコンボがダブルでこれ確定するんですよ。しかもこの魔法師が召喚されて相手は特殊ダメージ打ちにくい状況、これでいいや、 B4 でいいや、 F5 打とうと思ったけど、これでダブコン確定なんですよ。さあどうするもう花粉症になるしかないじゃない、鼻水、あとなんだっけ、喉喉痛くなってみたいな。よしよしよし、これカウンターで勝ち。なんかデュルジっていうかカウンターが強かったみたいなところありますけど、まあデュルジも活躍してくれたんでね、オッケーです。いやでもこれでデュルジの発動の難しさが皆さんに伝わったんじゃないかなと本当にいろいろ妨害されたわありがとうございます。はい、対戦よろしくお願いします。ヤコ、前回の動画でもヤコに当たったからね、なんか最近ヤコ流行ってるのかしら。うん、ここ手駒は、うん、悪かないで、どうしようかな、なんかテラナとか使わなそうだし早めに切ってもいいな。さあどうなるかな、なんかあれだな、俺は知ってるぞ、ヤコウはね、あれです、残念なイケメンですね、すごいかっこいいっていうかジャニーズ系の顔してるくせに、なんかデートとか行ったら、ああの子の目欲しいとか言いそう、うん、あの子の目綺麗欲しいみたいな、いい子、そんなこと言いそう残念なイケメンヤコ、君を花粉症に指定させてあげよう。ほれ、そう、オラっていうのがなんか受けなかったんで、ほれにすることにしましたほれならまだ何とかなるでしょまあそんなに嘘に関係ないかもしれないですけどね、けど何かとやっぱ決め台詞打ち言いたいみたいな感じで、ブブきっとブブ、まあしゃあない、なんかひけ、うん、悪くない、まあ春かな、わらごまとか打たれたらマジできついけど、まあ、それ言ったらしょうがないんでね。よいしょ、ブラジェの召喚は抑えられそうだな、ただこれヤコウからのベルゼなんでまだマシかな、ヨシノからのベルゼが本当にきついんで、E3 来るな、魔法師召喚ワンチャン抑えてくるが、ちょっと悩んでるな、罠駒引いてないのか、あーなるほど、いやーこれデルピネ出ちゃうんだよね、なんでリッチは次出せないの確定ですが、リッチとデルピネ呪ってくれるみたいな、その少ない確率を私引いていく。デルピネとりあえず呪ってお願いだから、最低でも1枚デルピネお願いします。 OK 十分です。まあこのデルピネの吸収も入るのでまだいけるかなと。よいしょ、うれ、ただな、ここの魔法師がまあ弱いと、召喚するスペースがないからだいぶ厳しいですね。ユエファとあいつでコンボして、あーでもあれか、 D に打ってから D1 取らせて B1 だったら召喚できるな、まだ E3 に召喚できるから次 D1 打とうかな。うわー、そういうの打ってくるんだ、ちょっと迷って打ったな。でも待って、さっきどっからアルカード切ったっけ、うわそれ見てれば相手の手駒読めたな、まだけど、クリピリだったらガチでやばいんで、さすがにリッチですね、打ち切ります。ほい、違ったー、ユエファでよかった。逆にグラキエスとかだったらやばいか、いやでもしょうがない、もう打つしかないです、打つしかない、やめられない、止まらない、そしてフルカさんもう打てなくなりました。発動条件が厳しいだけでなく、罠子もあるせいでフルカス打つ暇すらないっていうね。うわー、そして、あーでもこれは大丈夫だ、ラドナ乗ってくれる、ありがとう。
今相手手駒ロック1枚来てる状態。おっと来ましたね、今日の主役。1、2、3、4、5、5体か。まだ無理だな。一回これラドラ打ちます。吸収して、よいしょ。で右上 X 来たら B6 打てば X 来い。あ待って、そうだな、 X 来てくれたら B6 に UFA 打ったら次ラド。いやーやらしい、やらしいな、ほんとやらしいです、やらしいっすね。でもこれはデュルジ出る、待って避けてちょ待った、これルキアに弱いのバレてんじゃん、ユキ。あーもうやらかしだな。でもこれ相手取れるところ少ないからまだ勝てる。ちょーしゃーない。でもねデュルジこれ腐ってるわけじゃないんですよ。コンボスキルが最大 HP の 8% なので、この状態だったら460引いて1900のどんぐらいだ、1850ぐらい与えられるんで言うて悪くないです。コンボそんなに弱くない。これフルカスまだ発動できないかな。10、あ無理か。いや今19枚じゃね、いけんじゃね。待って待って、14%でしょ。フルカ殺到できるか。3枚返し、あできるね。2000の3850の14%だから、あまだダメだな、飛ばないや飛ばないや、お笑いや。ここやな、鎮圧消しつつ火力出して呪いも手駒から切って、でルキア撃たれたらバイセルって勝ちかな。まあまあまあルキアに弱いっていうのがねちょっとバレちゃいましたね。でもこれ逆にバイセとか引いてデュルジ避けてもしょうがなかったので、余った、それ死ぬ、お疲れ。くー負けました。あーマジ悔しい、それは死ぬ負けました、ありがとうございました。悔しいな。はい対戦よろしくお願いします。乱量を最色兼備揃った最高のキャラクター、それが乱量を。しかしそう完璧であるがゆえにね、その乱量にそう今からやっぱ神様ってのはね皆に平等ではない、完璧な人間なんて作らないんですよ。何かしら一つそういう枷を預けないといけないというか、その与えないといけない。今から花粉症にさせます、もうね許さない。昔の人は杉を植えたかもしれない、そのなんか緑を増やそうとして杉めっちゃ植えたらしいんですけど、許しませんよ本当に。まあ、いろんな花粉の種類ありますよ。杉花粉とかヒノキ花粉とかありますけど、もう許さない。ちょっと待って、これどうしようかな。バイス切る。よしよし。親戚で花粉症の人は私一人もいないんですね。で、私だけが花粉症。こんな、なんていうのよ。その、不平等というか。いや別に不平等というか、なんか別に花粉症の人がね、少ないに越したことはないんですが、やっぱりこう、俺だけが花粉症ってそんなね、私だけ花粉症。もう怒りすぎて、一人称安定しなくなってきた。でここはもうモルフスするんですけど、まあ、相手要するに花粉症っていうのがこれあれですね、モルフスの魔法師で増やしまくって、ワノゴマ増やしまくって乱量を花粉症にさせます。その花粉症の嫌なところがこの業務にも響くというか、私ゲーム実況やってるんですけど、この、まあ、オセロニアを中心にやってるわけなんですが、まあ業務に響くよこれは。あーちょっと待って、これどうしようかな。まあ E3 でいいか、カウンターダメージそんな問題ないし、しかも罠ゴマ発動するからダーシェのコンボスキルそんな問題ないんですよ。召喚スペース増やそう。私の動画の3月とか4月に公開されてる動画、過去動画にあると思うので、それ見ていただいたら分かると思うんですけど、鼻声がひどくて鼻声だけじゃなくてもう喉もやられてるんですね。なんでかっていうと鼻の呼吸ができなくなるんですよ、鼻詰まりすると。だから口呼吸になって寝ることになって、口呼吸で寝たら分かりますか、そう喉が乾燥するんですね。なんで喉もやられると。この悪循環が得ていいのか、いいわけねえな。リッチ打っちゃって、1、2、3、4、5体か。よし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 。デュリジ発動は確実に近づいてますが、相手のキャラゴマがないと、ダメージも、あまり期待できないので、多分これ B4 来るか。言うて、罠ゴマあるから、あんまり強い一撃は与えられないはず。なるほど。よしよしよし、これカウンターします。で4体、これフルカス打ってもいいな。フルカスで英語取りましょう。ほれよくしょ、よしこれでいいですね。これでフルカス取ったらマゴマが6体の状態が作れます。スタートするで D2 億人しても、ブランジェッタとかがあるので相手にとっては打ちにくい状況。最悪ルキアがあるので
だいぶ有利ですね。おっと、なるほど、アディですか。これはどうしようかしら。けど罠駒相手返せるスペースないですよね。となるとちょっと考えますね。8100でしょ。カウンター入るからあっちは無理で、相手の打てるところ1箇所、いやこれ普通に打っていいでしょ。ほい、これ打っていい。D2 のダーシェコンボはブラジェと罠駒の返しで多分勝てるんですよ。よいしょ。あ、4000しか出ないのか。やべ、しまった、4000しか出ないか。やらかしたか、やばいか。ちょっと待って、出た、ここで打たないとしょうがなかったよな。あー、しまったしまった、俺6000ぐらいで考えてた、いつもの癖で。そっかそっか、相手のキャラコマ4体しかいないのか。まあ言うて強いから、相手このフェリプティが逆にネックになるはず。カウンターダメージで勝てるはずです。大丈夫です。よし、それは届きませんね。 OK OK、 危ねえ危ねえよ。OK OK、 カウンターダメージも入る。よいしょ、よし、勝ちですね。いやー危なかった、まさかアディ来ると思わなかった。危ない危ない。まあこれで F3 で勝ちですね。あれ、エンネが耐えたかな。耐えたよな多分。カウンターで勝てたと思うんだけど、ちょっと分かんないですね。よいしょ、まあ引かれてなかったんで勝ちは勝ちっつうことで、これで花粉症にさせました。まあこういう使い方が意外といいかなと思います。デュルージュは、うん、参考にしてね。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。今回デュルージュを使ってみたんですが、なんかデュルージュで仕留めたっていう感じの、試合が取れなかったですね。というのも、マゴマ6枚ちょうどで、しかも相手のキャラゴマに対しての特殊ダメージなので、相手のデッキによってもこう火力が前後するといった感じで、非常に使いにくかったけどもロマンのある、そんなキャラクターでした。うん、特に3戦目とかね、あれ危なかったですね。アディ打たれて火力が落ちちゃって、あそこで1200とかもうちょっと火力入ってたら、エンデが3枚とか来ても確定で耐えられたんですが、あれ計算してみたら、エンデが3枚ダーシェで打たれた場合、物理返しでギリギリ相手の HP 倒せなかったので本当に危なかったです。でもあそこでデュルジを打たなかったら、多分次のターンデュルジっていうのが狙えなかったので、そう、相手が打ってくる手もしっかり読んでいかないといけないといったところで、めちゃくちゃ難しかったですね。自分だけがマゴマ増やして6枚ちょうどにしても、相手が1枚返したら5枚になったりとか、7枚ちょうどにしても相手が返さなかったら7枚のまま自分の手駒というかターンが回ってきて手駒のデュルジが腐るとかね、そういうことがあったので非常に難しかったですが、まあ、それでも楽しかったです。なので皆さんもデュルジ投下させて使ってみてください。まあ、デュルジとかはね、多分持ってる人多いと思うので、2体3体とか、それか逆転コインとかにも並ぶことがあるので、逆転コインでデュルジ並んでた場合は進化も作りつつ投下もしつつみたいな感じで両方使ってみるといいと思います。では今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。